ね。大食いっすね。バーガーキングで出てる、はい、ちょっと昔からあったのかちょっとごめん分かんないんだけど、はい、エナジーオーバーチャージセットっていうのがございまして、これ珍しくないですか、このレッドブルーがドリンクとしてセットになってる、はい、普通だったら、ね、コーラとか他のドリンクつくけど、うんうん、ドリンクの部分がこのレッドブルー4本、はい、なん1セットで、はい、まあ本当のセットで言うとここです。なるほどね。でオニオニングはちょっと追加でなりました。追加大食い、まあそっか、なんか知識高い方がいい、マジ食えなくなるかもしれないけど、今皆さんから見るとね少ないんじゃないかなんていう風に見えるかもしれないんですけど、実際見ると結構大きいです。そうですね、一個一個が本当にでかくて、カメラの角度的にちょっと今少なく見えるんですけど、多分 1.5 キロくらいあるんじゃないかなって下手しい、まあまあまあ、思ってます、はい、じゃあ早速食べていきましょう。はい、お願いします。それではやっていきましょう。はい、オーバーチャージだ。だからこっちもエナジーフードなんだろうね。なるほどな。一応セットの打ち上げでいうとこの250のレッドブル4本と、はい、これが多分一応フレンチポテトフライの L、 あ、まあベタな2つとバーガーがニンニクガーリックシング。なるほど、ニンニクガーリック。だからこのガーリックが多分 G って書いてある、多分ガーリックこれでしょうね、ガーリック、ニンニクガーリックのシングルと、一応ニンニクガーリックダブル、だから DG でダブルガーリックあるでしょ。とにかくニンニクとかエナジードリンクでとにかくオーバーチャージするぞというやつでしょうね。じゃあ早速食べましょう。いただきます。バーガーキングって行かないよね。行かないね。あるなんかバーガーキングの人。いや俺本当にこの間企画で食べたのが初めてというか、あの月見の時だっけ。ああ、はいはいはい、パイナップル入ってるね。ああそう、パイナップル入ってるやつ、うん、っていうぐらいバーガーキング食べたことなくて。あ、そうなんだ、うん、バーガーキングでも確かに行かない、高いもん。ちなみにこれで4000くらい、え、うん、これぐらいしてるね。高っ。まあバーガーキングね、物が1個ずつ高いから、まあハイエンドバーガーね。あ、そうそう、そういうイメージね。だからもうファストフードよりではあるけど、高級バーガーだと俺は思う、中でもね、うん、ガーリックって言ってる。はい、ダブルガーリック、はい。あ、重い、すごい。そうなんですよ、1キロくらいある。1キロくらい分かんないけど、うまそう。これのダブルとだよね、そっち、こっちはね、うん、だから肉と多分ニンニクもちょっと倍増されてんじゃないかな。食べちゃって、いただきます。気になるね。うん、めっちゃニンニクや。うわー、うわー、これしんどいぞこれ。肉肉しい。バーガーキングといえばアメリカなんですけど、留学とかしたことある？ないっすね。留学生の話とない？留学生もないな。いたよな、うちの高校になんか留学生みたいな。ああ、いた。留学生って基本的にはチヤホヤされんじゃん。ああ、まあ、ね、言い方悪いけど、まあわかるよ。すごい外国人だ、うん、でやっぱりこの昨今のアメリカンブームというか、うん、憧れある中で、はい、そう、留学生来てて名前ちょ忘れちゃったんだけど、うん、男のやつで金髪で、でやっぱ俺らとは身長も比べ物にならないくらい高くてさ。あー、なるほどね。で、それでもう結構人気とか、もうみんながこう、かっこいいじゃんみたいな雰囲気になってた、男とか。だからそもそもしょうもない学校だったんで、はい、高校自体は、はい、そのイケてる男は少なかったんで、ただその、まあ格好の的だよね。なるほど。その外国人留学生の男なんです。で、俺はその時、まあ、トマヤじゃない友達、他の友達に、これさ、こんだけチヤホヤされてるけど、イケてない外国人来たことないよなんてなったのと、ふと思ったら、でもかといってあっちで審査されてるわけじゃないし、そうだ、言い方あるけど、留学するやつなんて変わりもんじゃん、日本から留学するやつ、ぶっちゃけね。だ、言い方あるけど、1軍のやつが留学するって少ないじゃん、めったにないかも。確かに、じゃ変わりもんの2軍、3軍のイメージあんの俺は。だからなんでこんな、でも留学生ってこんなモテんだろう、あ、俺らが勝手に外国人フィルターかかってるだけで、あれあっちだったらめちゃくちゃレベル低いじゃん。それはマジでそうか。で、帰国子女のやつに聞いたの、あれどうなん、外国だったら、ったら、あー、まああれも全然いいけど、マジ、これマジで、どうだったんだ。でも全然かっこいいんだよ。だから分かんないなって思って、正直その外国人のかっこいいと日本人のかっこいいまた違う、うん、男と女のかっこいいかわいい違うみたいな感じで。なるほどね。どうする、助っ人外国人の話になっちゃうけど。なるほどね。助っ人外国人っていうのはさ、いつから始まった文化なの？ちょっと野球の話になっちゃう。いやでも確かに随分前よ、だって掛布さんの時代にはもう、まあそうだろう、あれはもう助っ人外国人って扱いなの。そうでしょ。てかもう外国人が日本のあれ入ってたら助っ人外国人なの、メジャーから来たらそうなんだね。
あ、なるほどね。だ日本で生まれてプロ野球入った助っ人外国人ではないんじゃない、うん、好きな助っ人外国人だ。やっぱタフィーローズ。ああ同じことですよ。やっぱね、タフィーローズ、タフィーローズ4番4番も戻ったね。でもなんか昨今は本当にさ、結構前まではさ助っ人外国人言うたら4番だったじゃん。まあ確かにね、うん、そういうイメージない。俺はあるんだけど、てか目立ってなかっただけなのかな。多様性で今総力重視とかね、そういうさ、だからそれこそ別にウォーカーとかは、うん、確か走り系、あそう走り系、うん、結構万能系だし、そう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 、塁に出る、うん、送るっていう人じゃん。 それちょっとなんか冷めるよな。冷める。いやでも助っ人外国人はなんかさ4番だから4番で呼ぶっていうのがよかった。でも、まあ、大谷の活躍によってなんかもう助っ人外国人っていう表現もよくない確かに。ああなるほど。もはや外国人の方が基本強いみたいな表現だもんね。なんか言い方悪いけどそうじゃん。確かに。だからもうそんなことなくない。まあ大谷さんがいてしまうとね、うん、うちには大谷いいんだ。だから助っ人日本人なわけじゃん。まあ、そうやな。 なる。あっちはスケットジャパニーズって言ったらっておかしいよ。まあそうだね。スケットのちょっと意味が分かんない。サポートジャパニーズみたい な, うん、うん、なんかそういうのは言ってないんかな。いやでもそこまで それこれも日本野球がちょっと舐められてる的な要素の一つなんだけど、堀江も言ってたんだけど、うん、メジャーに行って何日本人喜んでんだよみたいな。自国のリーグにさせるべきだろそれ。あ、逆にその足がかりにしてるぞと日本のリーグをね。そうそうそう、選手自身もやっぱ日本野球の方が下だと思っちゃってるじゃんそれ。なるほど。だからその海外のアメリカのリーグではもう助っ人っていう概念がないじゃん、こっちの方が上だから。なるほど。助っ人外国人っていう言葉を撤廃してった方がいいんだよ。確かに。そうだね。外国から来ましたぐらいのな。そうだね。外国人選手、そう外国人選手のでいいよな。助っ人外国人だけどもう言ってないんかな、もはや聞かんくない。確かに。あんまり言わないかも。俺らが遅いのもうとっくに撤廃してるんかもな、その概念。ああ確かに。だやっぱメジャーリーグがすごいっていうのはやっぱ根強いんだろうね。根強いな。アメリカといったら本場みたいなのでが来てくれた、そりゃ好きになるよね。そうだね。勝ってんのにな WBC で。確かにね。本当に今もうだから本当にそろそろ日本はえげつないでしょ、うん、今日本野球史の中でトップクラスに輝いてる時代じゃないの野球は。でもそうじゃない、大谷再ヒットに、ね、いくらなんでもね、うん、でもプロ野球はやっぱなんか昔の方が盛り上がってたんじゃないのかなってちょっと思っちゃう。あーなんか分かる。まあそれはあるかもな。なんか阪神優勝とかでもっと言っていくの。うん、早くない？早いな。38年ぶりのさ頂上決戦取ったの。取り込まなかったしね、カーブあんま。そう結構飛び込むんですよ。マジ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 、うん、優勝した時あのあそこからじゃなくて、あの横から。確かにあそこはなんかめっちゃ警備で無理だったけど、横からねカーネル・サンダースのコスプレしたやつが飛び込んでる。ああ、そうだから。そうでもぬるいよな、当時と比べると。いや、なんかもっとブーンとか言って、確かに爆竹とか、なんかバーンだったら知らんけど。一時の巨人4番バッター集めすぎて、そうだね、めちゃくちゃ弱くなってた。そんぐらい尖ってほしい。オリックスね、分かる。巨人なんか多くない？4番っていう時確かあったよね。そう、あったな。確かに確かに。4番バッター集めすぎた。あったね。守備がめちゃくちゃって野球はなんかそのやっぱ硬いと思われてたのな。野球がすごく熱い時期になるの、まずは高校じゃん。甲子園あります。そこで坊主にしなきゃいけない風潮、まあまあ、で、クラスメイトからやっぱ野球部はどうのこうの、うん、で、大抵野球部のある学校はなんかその厳しかったりするんじゃん野球部。そうだね、厳しい。ルール的にもあるし、高野連うるさいじゃん。高野連高野連がいっちゃしんどいよな、団体として。なるほどね。そっからなんかちょっとお堅い連中っていうか、野球は野球部は野球部みたいな、ちょっと俺壁作られると思う。確かに。野球部はなんかその頑張んないといけないストイックな集団でプロ野球であって、で、だからこそやっぱそのコアな強いファンがいるから日本で野球はなんか盛り上がってるとは思うんだけど、まあね、やっぱりそのフラッと入れないよね、野球という文化に触れづらい。確かにな、うん、それはあるね。 WBC とかやってても他のファンの圧、いいやつもあれば悪いやつもあるから、だからちょっと入りにくい、うん、それに比べてやっぱサッカーとかはさ、確かに、ね、みんななんかこうピンポイントで入ってても、うん、ミーハーでもなんか許される雰囲気あって、まあそうやね、確かに。そこでかいと思う。野球はな、コアなファンがついてるからこそいいんだけど、うん、そいつらのせいで、ね、ちょっと俺は衰退してると思ってる。なるほどね。あのサッカーの、はい、あの試合、はい、だから日本戦とかあった時ね、うん、ツイッターとか眺めてるとやっぱね、うわ惜しい今のとか、なんとか頑張れで本田とかいたら本田頑張れとかさ、今だったら三笘帰ってくる、空気変わったわとか、いけみたいな、そういうね、明るいポジティブな、言ってしまえば軽いのが多いんですよ、コメントで言うと。全体的にね、もちろん深いのもあるけど、ただ野球ね、
詳しい人多いってことだね。言葉遣いいかつやつ多くない野球は。いや詳しくないなら喋んなよ。あ、そうだし、なんか今期のなんかあいつはどうのこうのでなんか今なんでここでこれ使うんだよみたいな。上から多いよねやっぱコメント。確かにね、全員監督みたいな。あ、分かる。え、分かる。なんか野球部のさファンのツイート系、確かに痛いやつ多ない。多い。分析系というか、そう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 。いやそれも多分面白いしいいんだけど、ね、いや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 、打てなかった残念でいいじゃん、そう、さよならしちゃったよっしゃーでいいじゃん、サッカーだってそう言ってんだ、うん、まあもちろんそういうコメントしてるやつもいるけど、うん、多分少ないぞ、うん、野球なんかさマジでほんとなんか、うん、こここうすればもっとこうなったまで言うやつ、こここうしたらね惜しかったよなーくらいだよサッカー、こここうすればもっとこうなったと思うし、俺だったらやっぱこっちこう入れるよなみたいなまで言うよなあれもちょっとね、プロ野球というか野球自体の株をね、俺は下げてると思ったんですよ、なるほど、旗から見て、確かに、そういった意味ではもう、もはや甲子園の方が盛り上がってるもんね。だから仕組みなのよ、ああいうトーナメントとか。そうね、トーナメントで行かずにやっぱリーグ戦を結構細かいリーグ戦しちゃってるせいで、うん、分析野球になってるんだよ。ここ勝てばいいし、うん、ここ負けたら次勝てばいいとかが多すぎない。確かに確かに、リーグだから確かにそういう分析をするようなコメントのやつ生まれるわ。数字を見てるからやっぱ打率とかでも見ちゃうし。あーあーそうだね、パチッとトーナメントで決めたらええねん年3とかでトーナメントやったらいいねんあスポンサーをくら替えしてさあれは1個のガーやっていや、そのトーナメントの中でなんかうまいことさ、リーグしてトーナメントをもっとサクッとできない、2回で2部あってもいいんじゃないですか。確かにね、なるほどな。1個長くやってるイメージだから、まあ、それもおもろいんだけど、逆転劇があるからね。まあ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 、だからそれ俺結構あると思うんですよ。なるほどね、うん、だからそこはちょっと野球に対するちょっと不満っすね。野球に対する不満、はい、野球に対する不満。ごめんなさい、ちょっとこれだけすみません。マーガはいけたんやけど、うわー、惜しい。すみません、後半全然喋れてなかったと思うんですけど今日はこれだけですね。レッドブルーと、はい、ポテトがまあ S くらいかな、S 分くらい残しちゃいました。いや、いけると思ったけど、やっぱでもちょっとニンニクがきつかったな。あー、そうだね、ニンニクがすっごいよな。さすがバーガーキングといったら、うん、あ、そうだね。でもやっぱ肉肉しさ、アメリカンっぽさっていうかさ、そういうの食べたい人にはぴったりだけどね。そうだね、ちょっと大食いって考えたらしんどかったです。しんどい、すいません、ちょっと俺まだ実力不足なんで、はい、まだまだちょっと経験積んでいきます。はい、ありがとうございました。Let's go!